ビアワです。フミです。ワクティビです。今回新宿でやりたい企画、身の回りの学歴マウントを取られたエピソードを集めようやっていきたいと思います。世の中学歴社会ですと、はい、高学歴や低学歴を見下すこの自然の説理なんですけども、自然ではないけどな。学歴マウント取られたエピソードを集めようという、はい、そういう企画でやっていきたいなと思ってます。学歴マウント取っちゃう人いますからね、こういうやつとかね。おい、俺は兄弟やからいいけど、しょうもない学歴のやつがね、まあ、たまにマウント取ってたりもするんで、なるほど、ね、受験生はマウント取られんよ、頑張れよと、はい、そういう企画していきたいなと思ってます。わかりました、聞いてきます。皆さんチャンネル登録で高評価、SNS のフォローもまだのやつ絶対登録しろよ。そういうこと、調査スタート。わかって TV。 はい、男の子見つけました、うん、今回ですけど、身の回りの学歴マウント大調査っていう企画をやってまして、はい、お兄さん、今通ってる大学学部教えてもらっていいですか？工学院大学の工学部、機械工学部。あ、マウント取られ放題や。やめろお前。学院つくと偏差値下がるの法則があって。違うわお前。学歴マウント取られた経験はありますか？あります。おお。一浪してるんですけど。一浪して工学院。ブブブ。いや、やかましいよ。お前が取るな本当に。国分寺高校ってところ通ってたんですけど。悪くないよ、別に、ね、まあまあ賢い、うん、周りが賢いので、うん、一浪して工学院。結構友達に言われた、直接言われたこともあります。うわ、そいつは何大な？九州。あ、九大？それは言われるな。やめろお前。フーミンが最初言ったやつをその他のね大学にもやられてたってことだよね。周りに ね、そうそう、周りに俺がいっぱいおるみたいな。やめろ、行きづらいです、そんなの。グッときた学歴マウント教えてもらっていいですか？ね、まあ、浪人メンバーは割といじってくれるんですけど、まあいじりというかね、まあまあね、はいはい、愛を持ってね。現役メンバーなの、高校の時のね、いたってくるといじってすらくれない。どんな感じなの、その現役メンバー。まあ、そのいじってくれた方が気持ち的には楽なんです、ね、あ、なるほど。法政とかはいじりやすいラインやと思うのよ。あ、そうね。工学院になるといじられへん。やめろ。はい、2人組つけました、はい、女の子が学歴マウント取られてるみたいなんで、はい、お姉さん、今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか？春から順天堂大学です。お、学部は医療科学部です。あー、言っちゃない方だ。やめろお前。おい、順天堂医学部であらずんば、うん、順天堂であらず。やめろお前。おい。お兄さんは大学学部どちら？はい、東大のリーチです。おお、え、ここはカップルってことでいいですか？友達カップル。カップル。おい、学歴マウント取られてるっていうのは誰にですか？おい、彼氏に。彼氏にまさかの順天堂舐めちゃうよね。やめろお前。お前、ほぼ F だもんね。おい、おい、 F じゃないだろ。学歴マウントどんな風に取られました？ね、話し合いとかなる言葉がすごい頭いいじゃないですか。あ、難しい言葉を使ってくる、はいはい、それが例えばやけど、うん、こっちが意図的に分からんやろうと思って使ってたら学歴マウントになると思う、ね、あ、なるほど。知識、まあ、知識学歴マウント、はい、意図的に難しい言葉を使っちゃうの？そんなことはない。理解できると思ってたら理解できひんかったみたいな。冤罪です。そうなのね。じゃあ取ってないと。知識レベルが低すぎるだけ。やめろお前。 お前がディスるの。はい、お兄さん見つけました、はい、通ってる大学学部教えてもらっていいですか？アジア大学の経済学部。マウント取られ放題や。やめろお前。学歴サンドバック大学。やめろ。おいおい、今回なんですけど、学歴マウント取られたエピソード集めてまして、はい、分かって TV さんのあれじゃん、背負いすぎとか、はいはいはい、はい、まあ、TikTok とかで、うん、なんか一回炎上みたいな、アジア大大志望みたいな、大志望大志望みたいな、 TikTok で、そういうので、あ、そこねみたいな、うん、そこね、さっこセンスねえな。やめろお前。マウント取られすぎて、うん、モザイク希望の、うん、もう情けない。いや、なんでだよ。恥ずかしがりで。やめろお前。ちなみにお兄さん通ってる大学学部はどちらですか？卒業したんだ。おい、うん、大阪経済大学。お、大系、大経大、まあ、関西の、うん、もう下の方。やめろお前。おい、下の方言うよ。学歴マウントは結構取られました？はい、はい、よく取られました。どんな感じで取られました？よく取ってくるやつが、はい、立命のやつなの。立命か。一緒に飯行ったりした時に、お前大系やから酒飲むな。アルコール禁止、酒飲んでる場合じゃないと。まあ、俺もそう思うわ。やめろ。バカ野郎。お酒って結構週末とかに頑張ったなと思って飲むわけや、はいはい、頑張ってないもん。やった。それは関係ない。他には一緒に遊びに行った時、駐車場とか入ったら、はいはい、いつもじゃんけんとかで駐車場代出すんですけど、はいはいはい、お前大気やねみたいな言われたり、え、払えよみたいな。やばいやばい。これリアルイチベです。リアルイチベですけど、じゃんけんには持ち込むんですけど、あ、頑張ってや、結局負けるんです。天性のいじめられっ子、かわいそうに。やめろお前。おい、立命館ダサいな。ね、南大の友達とかはそういうのやってこない。あ、そうなんだ。なるほど、いい意見、いい意見、そういうのね、はいはいはい、立命やからやってくる。いやー、確かにな。そういうやつ
に限って指定校やったりすんのよ。いや確かにあるね、全然あるね。軽犯とか行ったら、はいはいはい、あれ抜けてるからね。抜けてるからやんないんですよ、ね、やんない、はい、こいつは特例ですけど、大阪経済なりやる意味がない。やめろ凄さどうせ分からんから。やめとけよ。はい、お兄さん見つけました。はい、はい、お兄さん今通ってる大学、学部教えてもらっていいですか。鶴見大学です。ザ・ F が出てきた。やめろお前。おい、今回なんですけど、はい、学歴マウント、大調査やってまして、はい、学歴マウントは取られたことは、うん、あ、 あります、ね、ある。そらあるよね。おいや待て待て、おい、覚えてる学歴マウントありますか。学習院の人なんですけど、お、知らんよみたいな。あ、聞いたことねえよ、知らん大学やみたいな。学習院が学歴いじりすんな。確かにな。他なんか一番こうグサッときた強めのいじりとかありません。いやいや、刺さらんように F 出していってるんで。あ、防御してる。防御していってる。守備表示。この笑顔悪いな。やめろお前。ほい、まあ、ここまで学歴マウントたくさん聞いてきましたが、学歴マウントって取られやすい大学があるのよ。何？BM は早稲田なんですけども、早稲田の教育学部って、はい、あの早稲田そこなんですよね。まあ、確かに。そうだからめちゃめちゃ学歴も取られてました。政経とか、政経とか法学部とか商学部とかね、下手社学とかも取ってくるんだよ。変わらんやろお前らみたいな。入ってから学歴マウントしか取られてないです僕本当に。そうだよ。そう、高学歴でも学歴マウント取れやすい学部とかってあるんで、皆さん気をつけてください。はい、お兄さん見つけました。はい、学歴マウントを取られたことがある。はい、お兄さん通ってる大学、学部教えてください。名城大学です。あ、名城学部。農学部。名城の農。はいはいはい。農学部あるんすね。はい、農学部あります。なるほどね。多分そんな大したことはやらない。やめろお前。今回なんですけど、はい、学歴マウントエピソード集めてるんですけど、うん、近くに名古屋大学があるので。あ、そうか、はいね、名古屋大学の理系はやっぱり強いので、なんで名古屋大学じゃなくて名城なのみたいな。行けへんからに決まってるやろ。やめろお前。ほかにはなんかどんなマウント取られました。うん、勉強ができなかったので。はいはいはい、でしょうね。おい、できないからいけなかったんだみたいな感じで遠回しに勉強をディスられた。あ、そんなんも言われた。しゃーないよ、勉強できひんかったよ。おい、とどめ刺すなよお前本当に。はい、お兄さん見つけました。はい、お兄さん今通ってる大学、学部教えてもらっていいですか。東京国際工科専門職大学です。やたら長いエフランやの。やめろお前。おい、エフラン言うな本当にバカ野郎。なんで国際、国際工科、工科専門職、専門職大学。お茶混ぜや。やめろお前。倍率1倍しかない。今回なんですけども、はい、学歴マウント取られたエピソード集めてます。同い年の、はい、人がいるんですけど、はいはい、その人東大通ってて。あ、東大生。自分二浪して、その大学、えぇ、ー、いや、じゃあ二浪じゃないんですけど、正確に言うと、うん、大学辞めて、うん、また入ったみたいな感じ。あ、年齢的には同じやと。そうそう、はいはい、二浪してそのレベルかよみたいな、言われた。まあ、全員思ってます。やめろおい。なんかあったの目的が。文系通ったんですけど、はいはい、自分合わねえな。おー、理系に。その大学はなんか理系のことできんの。いやそんな頼った意味なし。おお、意外とリアルで会うとスパ飛ばします。おい、エフラン学習スパ飛ばしたいぐらい。やめろ。はい、女の子見つけました。はい、お姉さん今通ってる大学、学部教えてもらってもいいですか。愛知水穂大学。どこ。おガチで知らん大学出てきたんやけど。まあまあまあ、私立、私立です。エフラン。おい、ちょっと、はい、おい、自他共に認めれる。やめろお前。おい、今回ですけど、学歴マウント取られたエピソードを集めてまして、はい、バイトしてた時に、周りが、はい、あの南山とか名古屋大学とか、はいはい、高学歴の人ばっかり。名古屋大学高学歴、分かる分かる、うん、南山大学高学歴、違う違う。いや、待って待って、おい、お客さんの接客とかもすごくフレンドリーにしながら仕事もこなすっていうのをできるんですけど、はいはい、私結構一個のことしか集中してできないので。エフランやな。おい、やめろお前、やかましいよお前。ちょっとミスしたりとかすると、はいはい、エフランがちょっといずれ。同じバイトの人に何かミスしたらエフランやって言われた。いや、それよくない。しかもさ、性格いい子そうやん。ね、いや、めちゃめちゃいい子だよ本当にね。男の子じゃないのにね。ねえ、本当。水穂がとか、水穂ミスね。やめろ。水穂ショック。同じバイトなわけでしょ。同じチームなわけでしょ。ミスを盛り上げていかなあかん。そう。でも水穂大のミスで全体の足を引っ張ってる。いや違うわ。リストラ希望。やめろ。はい。お姉さんがいるおかげでこの場が和むことがあるんですよね。そういうこと、そういうことね。時給下げてくださいって言った、ちゃんと。いやいや、何の話を。名古屋大と私同じ時給ありえないです。時給下げてくださいって言った。いやいやいや、ない。言わんかい。やーねえだろお前。おい、大企業の皆さん、低学歴最低時給割っても OK です。よくないよ。おお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 
やってきました。身の回りの学歴マウント大調査、学歴マウント取られた人結構多かったね。いやちょっとひどかったね。ちょっと俺心痛かったわマジで。もうきつかったわ。だから若 TV も結構今デカなってますと、はい、だから世間に若 TV の考え方がちゃんと届いてんねやなって俺は結構安心しました、はい、やめろお前おい。いやだから皆さんあの、はい、ちゃんと概要欄見てくださいね。これねこういう音にならないよっていうね反面教師チャンネルなんで書いてあったな。そうそうなっちゃこうダメですからね皆さん、ね、そうしないようにしてください本当にね。今回見てあの悲しいと思った人はねだから真似しないようにはいしてください本当にね。こんなやつなっちゃダメです。はい中途半端な学歴のやつかな、うん、こうマウント取っとるのそれ一番ちょっと胸くそやったから。あそうだね確かに。まあちゃんと高学歴になって、はい、ほんまの高学歴になってマウント取ってくれと、はい、っていうのも言っときたいね。はい立命館とかね特に注意してください。チャンネル登録高評価概要欄ツイッターとインスタも絶対にします。じゃあ今日はこの辺でバイ。